どうもしゅんです。こんにちは。はい、今回はうーのさんとのコラボ企画なんですけども、就活解禁直前の就活の悩みを共有してみんなで解決しようという企画になっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。中央大学3年生の久保田紫音と今本日はお願いいたします。お願いします。大東文化大学3年の豊田今と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。僕は OB 訪問ひとしきりしたところで、ここからまあ結構本選考の締め切りがいっぱい来るので、出していこうかなっていう、そういうフェーズに入ってますね。おー、OB も何人したの？12月中は本当に1日2人みたいなペースで、どうやってアップ取ってたんですか？僕基本抹茶か、リンクトインも使いましたね。 Facebook も使いました。最近は本選考ばっか受けてて、もう5社ぐらい今受けてて、最終が結構多いような状況で、それはどういう企業を受けてるの？主にメガベンチャー、まあ、そこが結構選考早かったんで、そこの、まあ、面接受けてたら最終みたいなところもちらほら。5社受けて今最終選考が何社だっけ？はい、7社受けてて、5社が最終です。すごいね。は言えないけど、就活に関する悩みとか不安とかってありますか？2人はやっぱ過去のことは結構流暢に語れるようにはなってきたんですよ。自分何やってきたのみたいなことは結構もう語れるようになってきたんですけど、未来の話とかになるとちょっとみたいななって、考えきれてないなとか、考えられないよみたいな、働いてないしみたいなところが結構悩みかな。例えば自分のなんか将来像として一番最初に相談される人になりたいみたいな、まあ結構もうそれも抽象的なんですけどあって、まあそのためには結構早いうちからマネジメントみたいなところについて第一想起されるような人間になりたいなっていうのはあるので、そこは結構お話しさせていただきます。なるほどね。まあそれ嘘ではないけど、本当に思い切れてないっていう。そうですね、本当に漠然としたみたいな。はいはいはい、まあそうですよね。多分変わると思います。しおんくんはなんか結構不安とか悩みありそうだけど、そうですね。豊田くんみたいに選考進めてないから、どこに出したらいいのかとかもなんか結構モヤモヤし始めて、帯本をいっぱいした分だけここもいいなここもいいなってなるのもあるし、それに加えて時間がなくなってくると焦ってイエス書いて適当に書いて落ちちゃうみたいなのがあるから、タイムマネジメントみたいなところがあんまりうまくいってないなっていうのは最近の悩みではありますね。広告志望とかになってくると、受ける企業さんごとに全然違うイエスだったりするので、ってなるともうコピペ云々ではなく、我の軸を聞かれているのだなっていう。何その言い方。実際やっぱまだ大丈夫かなと思ったりとか、結構避けきれてないっていうのはありますか？確かに就活に対して時間避けてる就活生ではないと思うんですけど、場数ばっか踏んでるんですよね。面接とか、OB 訪問とか社員訪問みたいなことに時間費やしてるので、なんか勝手に安心感出ちゃってるみたいな。とりあえず大人と話してるし、経験積んでるから、あ、まあいけるっしょみたいなマインドがなんかあって、ちょっとそれが怖いところが。中国でこういうのやってよかったとかある？ OB 訪問12月にめっちゃしたのは、あ、よかったなってすごい思ったんですけど、インターンのお仕事を早めに切り上げたりして、受験が間近じゃなかったので質問対応とかも行かずに3時から5時ぐらいまでの間で2本2人ぐらいやってもらうみたいな。そうですね、ズームで見てもらうみたいな感じでしたね。普通に OB 訪問って赤い人の人がしおんくんと話すメリットゼロじゃないですか？いや普通になんかこんにちはみたいな感じで、OB 訪問させていただきたいんですけどみたいな。あ、最初から言うと最初送って、で、まあアイスブレイクじゃないですけど、ご紹介とか、こんな感じで就活しますみたいなのを送っておいて、で、じゃあ OB 訪問実際やってみようかみたいな感じで当日を迎えて、で、大体向こうもこっちも何をしてるのかを把握した状態で、じゃあ、普通にお話ですよね。どういう風に選考行ったらいいかとか、どういう風にイエス書いたらいいかみたいな軸の相談とかをさせていただいてるみたいな感じです。今どういう企業を受けてるって2人それぞれちょっと改めて聞いてもいいですか？そうですね、広告、今マスコミちょっと入れてきて、広告、マスコミ、IT、まあこの辺のモヤモヤした感じ。なんでですか？人と何か情報をつなぐみたいな流れで作っていきたいなって。じゃあめっちゃ競争率激しい戦いに行くんだね。そうかもしれないですね。特に業界とかは絞ってないっていう感じです？業界はなんか IT 人材広告みたいな感じで絞ってないんですけど、受けてて、理由としては結構無形法人営業そこしたいなってめっちゃ思ってて、それで受けてたら広告とか IT とか人材とかが多いなっていう印象です。結果的にその業界になってた。そうですね、はい。早めにこれ知っておけばよかったなとかってありますか、2人の中で？面接の
メモを取っとけばよかったっていうところがめちゃくちゃ後悔で、あの一次面接とかで自分正直緊張してると何言ったか忘れちゃうとか、聞かれたことも忘れちゃって、あもう疲れたねえよみたいな感じですぐだらけちゃうんですね。じゃなくて面接終わったらすぐに聞かれたことを思い出して、言ったことを思い出してメモするっていうのはやった方が良かったなって思って。あ確かにね。で理由としては二次面接の時に一貫性ないとか、そういうこと軸全然違くないみたいなことがあったんですよね実際に、なんでやった方がいいと思いましたね。大事そうですね、確かに。僕まだ二次面接まで進まないマンなので、メモった方がいいです。やってよかった、もしかやっておけばよかった。やってよかったもん。面接ってマジで15分とか20分で終わりじゃないですか。でも OB 訪問ってなるとやっぱ30分とか見ていただいたり、1時間とかそれこそ人によっては見ていただけたり、話が弾むともっとみたいな全然あるんですよ。本当に稀にですけど、そのままじゃ あのこういう選考とかもどうですかみたいなお話もある、実際ある話ではあるので、っていうところを考えると、要は面接より深く見ていただけるプラス素の自分というか、っていうのを知っていただいた上で選考ルートに挑ませていただけるっていうところをつかめる可能性があるっていうんだったら、やり得というか、まああと大人慣れはあるよね。間違いないです。そうです、大人になれるっていうのは結構大事だなっていうのは、怖いし、怖いやっぱり、怖い方もいらっしゃる。へーけど、でもその人たちは多分ちゃんと学生としてではなくて人として働けるのかどうか、こいつと一緒に働けるのかどうかみたいな目で見てくださってるって考えると、ペコタヤのお勉強にはなるのかなっていうイメージですね。大人の方と話す、もしくは年上一個上の方と話すっていうところはめちゃくちゃやっててよかったなって思ってて、で理由としては話し慣れとか聞き慣れができるんです、自分でサッカーとかの先輩としか話したことなくて、その会話って正直、お疲れっすみたいな、まあ、そういう会話が多いんですよ、そこで慣れちゃうと、実際に社会人に入った時に結構まずかったなって今すごい思ってて、そういう経験してるのは面接でもすごい生きたなっていうところはあったりしたので、めちゃくちゃやっててよかったなと思ってます、すっごい良かったなと思ったの、ダイアリーの動画を見て、本当に冬からがっつり見ようと思って、がっつり見て、それこそ南さんの面接をいっぱい見て、この人のいいところはここで、この人のダメなところはここで、僕の良かったところはここ、ダメなところはここ、南さんの質問はこんな感じみたいなのを全部メモにバーって書き出したんですよ、ノートに、でそれを見ながら、じゃあここはこういう風に寄せていってっていう風に軸を作っていったっていうのをやったのはマジで良かったなと思ってて、他の人の面接を研究するのかな、そうです、そうです、なるほどね、これから2人は面接いっぱい受けていくと思うんですけど、面接で結構第一印象大事っていう話もよく聞くじゃないですか、まあ実際大事だと思うんですよね、で、ちなみにやったことありますか？明るくするぐらいしかやらないですよ、はいはいはい、で僕は笑顔一本釣りですね、先生パワーワードぶっこんじゃった。で、まあ、僕も正直メイクであったりとか、その化粧品、化粧水とかと何なら洗顔もしないんですよね、で今回ウーノさんとの、タイアップということで、第一印象をよく見せるアイテムをいくつかいただいたので、ちょっと試してみたいなと思ってます。 3D マスクからいきます。はい、こちらですね。これ当てた、これじゃあ使わせていただきます。めっちゃいい匂いする、めっちゃいい匂いするよね。でポイントはこれ顎からつけるそうです、でなんか普通のマスクだと一面なんですけど、ここは立体的で 3D マスクなので顎までフォローしてくれるっていうのが特徴。でも気持ちいいですね。めっちゃ気持ちいい。なんか新しい自分になるんだけど。そうですね。フロー後とかにこうやってそういう流れやったら気持ちいいってなりそう。あれはいいです。なんか他に第一印象を、よく見せる上でやってることとかってありますか？眉毛には気使ってます。へえ。なんか結構眉毛大事っていう聞いたことあるんだな。うん、眉毛は結構定期的に整えたりとかは。へえ、やってるでしょ、僕なんか眉毛、な1回だけ眉毛サロンに行ったことがあるんです、俺も1回だけ あるわ。あ、あるんですね。肌のケアとかやってる、洗顔はやってる。僕しなくなりました。朝起きて、この動画に一番向きな3人からはい、ということで約10分経ったので話しますか。はい、変わってるか。なんかいいですね、サウナ入った後みたいな感じになったよね。で、これつけるの簡単だったね、すっごい嬉しいなと思ったのは、ピロって開けるじゃないですか、
ああいうの入ってるのこう取るとプチャってなっちゃうんで、ピロって広げたの開けたのすごい良かった。確かに開きやすい、うん、新しい自分って感じ。やっていいですかこれ。どうぞ。いいですか。ああ、続いてベビークリームなんですけども、こちらウーノさんから出ているフェイスカラークリエイターナチュラルウーノということで、こちら試してみようと思います。クマであったりとか局所的に隠したい部分ももちろんですし、第一印象を全体的に良くするっていう点でも使えるということで、まあ、僕ら BB クリーム自体初めてなのでちょっと使ってみたいなと思ってます。これってさ、普段なってる人に聞いてみたいね、なんか。確かに。でも、しゅんさんめっちゃわかる、うん。めっちゃわかる。すっごいわかる。こんな、そんな個人差いや、わかんないけど。塗り方、部活とかする前、ね、部活生超おすすめですね。そうね。夏とか、もうみんな、なんかドラムみたいになってますね。これはやった方がいいと思いますよ。はい、ということで最後なんですが、こちらウーノさんから出ているバランスクリエイターなんですけども、眉毛を描くことができるっていうところで、一人ずつ描いていけたらなと思います。バランスクリエイター描きやすいし、さっさっさってやる、うん、ほうきみたいなのが僕は個人的にめちゃくちゃおすすめポイントだと思うんですね。めっちゃ描きやすかったですね、うん、細いところも描けるし、あと端もめっちゃいいし、うん、から一発描いただけで決まるかなと思って、うん、いいなと思いました。ということで、じゃあビフォーアフターを皆さんにお見せできたらなと思います、はい、どうぞ。ということで、ウーノさんの商品試してみたんですが、どうでしたか？この後、実は面談があるんですけど、はいはい、めちゃくちゃ自信つきましたね。結構、なんか肌のなんか色とか赤みとか結構気になってたんですけど、これ、最近推してる人が多くて、その理由が今日超わかりました。僕も就活してないんですけど、仕事行く前とか商談の前とかも使って印象上がったり自信をつけるっていう意味でもめっちゃいいなと思ったので、これから使おうと思います、うん、はい、ということで今回ご紹介させていただいたこちらの商品は明日の概要欄からと、あと店頭でも買えるのでぜひチェックしてみてください。2月中旬にうのさんのブランドサイトも公開予定なのでぜひチェックしてみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。